こんにちは、スプレアというのめろちゃんと梅ちゃんです。でね、今メキシコに来てさ、料理を作るけど、作るためにちょっとチキンを買いに行くんだけど、買い方ちょっと教えたいと思います。ということで、メキシコで、うん、鶏肉を買う方法ね。そう、買う方法。 OK、 行こう。見て見て、porque todo es muy diferente, ya todo viene empaquetado. Sí, ya todo está empaquetado. Sí. Además, kilo de. Kilo de carne, ¿eh? 25 kilo. 25 kilo carne. 20 pieza, da que do, sobre va. 何 kilo かどうか。はいはいはい。あと4個。あと4個。早いね。ももだけやね。うん。おー、あれ見て見て、あれ皮が好きじゃないからさ。そうなんだよ、抜いてる。皮が、皮が美味しいのに皮はみんな嫌い。うん、でもメキシコ人は皮食べないんだよ。それの皮食べない、基本は食べない。ケンタッキーのチキンならまだ食べれるけど、普通のは食べない。うん、めっちゃ早くない？めっちゃ早い。本当早い。あの普通の会話してる間にね、撮ってて。まあ絵の描き方と一緒ね。絵の描き方と一緒。見てここ。うん？これはないよね。何これ？日本になんか。でチキンだけじゃん、鶏肉だけじゃなくて別のものいろいろ売ってる。マルチョ。何？マルチョ。あ、めっちゃまずいラーメンじゃん。世界で一番まずいラーメンじゃん。でも7キロはね、買ったことない。買ったことない。7キロやばくない？やばい。あ、バイバイ。アディオス。グラジアス。この量2人、え、5人で5人で2食え、ということで、メキシコでのメキシコでのあの鶏肉の買い方でした。楽しそうだったらチャンネル登録と高評価お願いします。